大人の方ですと大体こう5ミリくらいの細かく切るんですけれども、小さなお子さんが一緒でしたら1センチくらいの粗く切っていただいても十分食材としては食べれるんじゃないかなと思います。包丁を使いますので、大人の方ですと片手でこう簡単に切れるものも、やっぱり重みがあるものを持つと子どもたちって不安定になるので、刃先とこう持っ手のところを一緒に持っていただいてこう切っていただくと安全にしっかりと切ることができると思います。